朝起きて鏡を見たら、なぜか頭の上に数字が表示されていた。変な呪いでも受けたのかな、と思って、医務室に向かったんだが、すれ違った人全員に同じように数字が浮かんでいる。でも一人一人その数字は違っていて、これ、何の数字なんだ？俺の数字は50か。何の数字なんだろうな。ん？廊下の奥から五条先生が来るな。へっへっへん。うわ、なんか機嫌が良さそうだ。逃げよう。あ、めぐみじゃん。げ、バレた。ちょっと、今僕の顔を見た途端に引き返したでしょう。失礼なんじゃない？ああ、別に何でもありませんよ。それより俺は忙しいので失礼します。ねえ、ねえ、見た。僕の頭の上の数値。聞いちゃいねえな。ほら、1000。こんな数値見たことないでしょ。1000。確かに、今まで見た人は20から多くても60ぐらいまでだったな。でも、大きい数字だったらいいものなのか。実はこれ、イケメン度が可視化されてるみたいなんだよね。ああ。え、何？なんでがっかりしてるの？なるほど。それでこんなに調子に乗ってるのか。五条先生は確かに国宝級のイケメンと言われているのを聞くことがあるが、実際に数値で表されるとなんかムカつくな。中身はただのガキなのに。っていうか、めぐみの数値は 50？ なんですか、ジロジロ見て。まあ妥当ってところかね。失礼だな。別に俺は自分がイケメンだと思ったことねえし。ねえねえ、せっかくだからさ、他のみんなの数値も見に行こうよ。はあ？だから俺は忙しいって。レッツゴー！聞けよ。はあ、どうせ1000っていう自分の数値を見せびらかしたいだけなんだろう。でも、こんなに上機嫌になった五条先生からは逃げられないからな。仕方ない。忙しいってのは嘘だし、少しぐらい付き合うか。あんまり人の数値をバカにしたりしないでくださいよ。うーわ、いちっちひっく。おしゃれ、足りないんじゃないの？聞けよ。数分後。いいですか？人によってはこの数値でショックを受けてるかもしれないんですから、絶対にバカにしないでくださいよ。うるさいな、めぐみは。僕のお母ちゃんなの。少なくとも、あんたよりは大人ですよ。あ、あそこにユージとトゲ、それにパンダ。みんなの数値見に行こう。だから待てって。え？なんで？自慢なんてするもんじゃないんですよ。あいつらの数値が見たいだけなら、陰でこっそり見ればいいでしょう。みんなの数値が見たいっていうか、僕の素晴らしい数値を見てほしいだけなんだけどな。まあ、いっか。それで、あの子らの数値はどう？イタドリは20。犬巻先輩は40ですね。ユージ低いね。だから、そういうことを言うな。トゲは、まあ正直、もうちょっとあってもいいかなと思うけど、イケメンっていうか、可愛い子犬系男子だからね。めぐみ2人より高くてよかったね。別に嬉しくないですよ。っていうか、なんでイケメン度なんて可視化されるようになったんだ。なんでも、補助監督が、顔にコンプレックスを持つ人から生まれた呪霊から呪いを受けて高専に持ち込んじゃったらしいよ。はあ、あ、そういえばパンダはどう？パンダ先輩は0ですね。動物だから0なのか、それともイケメンって感じじゃないから0なのか。研究の余地あり。どうでもいいでしょ。さっさと次行きますよ。あれ、めぐみ、いつの間にか乗り気じゃん。うるさいな。さっさとみんなの数値見て帰りたいだけですよ。あ、あそこにいるのってマキとユータじゃない？ユータの数値気になるな。僕ちょっと行ってくるね。あ、ちょっと五条先生。その頃。ほんと、これ何の数字なんだろうな。うん、去年のバレンタインでもらったチョコの数とか。そんなの可視化して誰が得をするんだよ。じゃあなんだろう。マキー、ユータ。げ、ユータ、逃げるぞ。めんどくさい特級呪霊が来る。ちょっと誰、今僕のことを特級呪霊って呼んだの？特級術師なんだけど。
お前は呪霊と大差ない厄介度なんだよ。ああ、結局五条先生を野放しにして引き止めておくってのが無理なんだ。せめてリードで繋いでおかないと。めぐみは僕を餌を見つけたら駆け出す犬かなんかだと思ってる。あんまり変わらないと思いますよ。ねえ見てよユータ、僕のこの背打ち。わ、線、こんなの見たことない。いい反応してくれるね。どうマキ、僕のこの背打ち。どうって言われてもだな。っていうかユータ、背打ち3低いね。え、だから失礼でしょうが。でも確かに乙骨先輩のこの見た目で3はありえないだろう。何かの間違いか。つーかこの数値って何なんだよ。あれ知らなかったの。噂によるとこの数値はイケメン度が可視化されてるらしいよ。イケメン度？へえ、なるほど。それでサトルは調子に乗ってるわけか。僕イケメンだからね。それに比べてユータは3。もう僕イケメンじゃないし。いや俺でも50あるんですよ。乙骨先輩が3なんてありえないでしょ。なんだよめぐみ、自慢か。俺の方が乙骨先輩より高かったっていう。なわけないでしょ。俺はマジで言ってるんです。乙骨先輩なら100以上あっていいと思いますよ。なんかめぐみ、僕への態度と全然違くない？なんでユータにはそんなに優しいわけ？乙骨先輩は後世の呪術師で唯一尊敬できる人なんで。僕は？私のことも尊敬しろよ。でも五条先生の1000っていう数値はすごいですね。イケメン度でも特級って感じがする。やだなユータ、この褒め上手。後でお菓子あげるね。おいこらユータ、サトルを調子に乗せるな。そうですよ、めんどくさくなります。ごめん。それにしてもサトルが1000でユータが3ってのがどうにも気に食わねえな。そう、俺もです。イタドリでさえ20あるんですよ。乙骨先輩はもっとあるべきです。それユージに失礼だからな。なになに、マキもユータはもっとイケメンだって言いたいの？な、別にそういうわけじゃねえよ。へえ、そういうことでしょう。マキったらユータのことイケメンだって思ってたんだ。うるせえな、3は低すぎるって思っただけだ。嬉しいな。お前もヘナヘナすんな。ごめん。そういえばマキさんの数値は0ですね。え、ああそうだな。マキさんこそイケメンって感じなのにね。女性はみんな0なのかな。ああダメだよユータ。え、そこはマキさんはイケメンってより可愛いって感じじゃない？って言わないと。もう黙ってろよお前は。へえ。ごめんマキさん、別に可愛くないって思ってるわけじゃなくて、マキさんはちゃんと可愛いよ。お前ももう黙れ。はい。まったくこの人たちは。五条さん。ん？あれ、七海さんだ。お久しぶりです皆さん。ななみちゃん、何、僕に用事？はい、大変不本意ですし、できれば会いたくないんですけど、ちょっと頼りたいことがありまして。久しぶりに会ったのにすごい失礼。っていうか、ななみ。何ですか？ななみの数値0じゃん。私と同じ。ななみって女だったろ。発達しますよ。それからパンダだったろ。この人は何を言ってるんですか？さあ、女でも動物でもないのに数値が0って。ナナミ、お前そんなんでいいの？相変わらず失礼ですねあなたは。しかし0ってのはおかしいよな。そうですね、ナナミさんこそ1万ぐらいあっていいと思うんですけど。ああ、この数値のことですか。1万って、私はそんなにひどくないですよ。え、ひどいってどういうことですか？皆さん、この数値を何だと思っているんです？イケメン度じゃないんすか？イケメン度、ほら見て、僕のイケメン度1000。あ、何鼻で笑ってんの？いいですか、これはイケメン度じゃありません。え、そうなの？この数値はイケメンだと思ったけど、性格を見てがっかりされた回数です。何それ。つまり五条さんは
旋回、女性にあなたの性格にがっかりされたということです。どんまいです、先生。いい気味ですね。さっきまで調子に乗ってたので。調子に乗ったツケが回ってきたんだな。でも俺もそれなりにあるんだな。めぐみは50回か。まあお前は中学の時ヤンキーだったからがっかりされたんだろ。それに比べゆうたは3。性格の良さが現れてるな。よかった、低くて。ゆうた、サトルの傷をえぐるなよ。ごめんなさい、そういうつもりじゃなくて。別にいいし。先生がすごい負のオーラを出してる。五条先生に比べ七海さんは0回。さすがですね。ちょっと、なんでいちいち僕の数値と比べるわけ。七海さんみたいな人が真のイケメンだよな。恐縮です。ちょっと無視しないでくれない。いい、みんな世の中顔だから、所詮顔だから。うわ、数値1000の人がなんか必死に訴えてますね。行こうぜ、偽のイケメンは放って。ちょっと聞き捨てならないんだけど。その後、頭の上に浮かんでいた数値は次の日には消えていた。五条先生はいやー、くだらない呪いだったとか言ってたけど、相当ショックを受けたんだろうな。まあ日頃調子に乗ってる罰だな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。